はい、どうもお疲れ様でございます。ナオミでございます。今日ちょっと外で仕事してたんですけどもね、お昼になったんで、食事いただこうと思います。今日はおにぎりをね、女房が作ってくれましたんで、おにぎりをね、食べようと思います。でね、今日のおにぎり、実は別の動画でね、ちゃんとこう、なんか、なんていうのかな、ゆっくりとご紹介しようと思ったんですけど、めちゃくちゃうまくてね、なんかのんびり、なんかこう、紹介しながら食うっつうのがね、できなくて、もう食い始めたらすげえ食っちゃうんですよ。それぐらいね、うまい、ちょっと一品をね、いただいてたんでね。はい、紹介しておきます。今日このおにぎりなんですけどね、これちょっとかじりますね。こちら。これね、わかります？あんま近づけるとあまり綺麗に食べてないんでね。はい、これね、魚卵なんですけど、明太子です。で、これ先日ね、いただいてた、明太子なんですけど、福岡のね、福屋っていうお店の明太子なんですね。創業は1948年だったかな。はい、さっきちょっと調べたんですけど、満州の方から、その製法っていうかね、なんかそちらでは魚卵をからしにつけて食べるっていうのがあったみたいです。で、それを日本に持ち帰ってきて、で、まあ、日本で定着させた、と言われている、まあ、その創業者の方なんですけどね。で、その福屋というね、明太子屋さん、福屋というお店としては、まだ30年、40年ぐらいなんですけど、もうその明太子自体をずっと作り続けていて、もう60年とか70年ぐらい作り続けてる老舗なんですけどね。いや、うまいっすね。辛いもんも好きだし、魚卵も好きなんで、明太子はほんとまさに大好きな、ご飯のおかずというかね、お供なんですけど、その本場が食えるとはね、夢にも思いませんでした。で、今日はね、その本場福岡、福屋の明太子とですね、まあちょっと言い方は大げさですけど、本場新潟のね、コシヒカリで作った、明太子おにぎりということでね、最強コラボですね。うまい。これね、明太子ね、めちゃくちゃ辛いんですよ。で、まあ私は食えるんですけど、女房とかね、ちょっと辛いのそんな得意じゃないんで、マヨネーズをね、ちょっと邪道かもしれませんけど、マヨタラにして、で、いただいてます。はい。だから今日はね、普通に酢の明太子が入ってるおにぎりと、あと実はこれね、マヨネーズブレンドされてるやつなんです。マヨタラなんですけどね。今日は2パターンでいただいております。めっちゃうまいっすよ。こんなうまいのが、ね、なんていうのかな。もうたらこ自体が全く違う。俺そんなひどいたらこ食ってたかなって思うぐらいうまいんですよ。俺今まで何食ってたんだろうって ねえ、ほんとそれぐらい違いますよ。うまい。まあ、おにぎりに合わないんですけどね。今日の飲み物はこちら。ネスカフェエクセラの甘さ控えめってやつですね。これいただいてます。これはね、我が家に必ず冷蔵庫の中入ってますね。ならもう家帰ってきて、ちょっと一息つく時はこれ飲んでますね。うちのかみさんはね、これをボトルごと持って職場行ってて、で、休憩時間とかこのまま飲んでるらしいんですよ、今みたいにね。結構ね、ワイルドな母ちゃんなんですよ。いや、うまかった。ごちそうさまでした。いやー、今日はね、朝方ちょっと雨模様だったんですけど、今はね、ご覧の通り、いいお天気になりまして、はい。秋晴れな感じですね。今日は1月16日、あ、1月じゃね、11月16日ね、月曜日なんですけどもね、昨日もね、ちょっと仕事だったんですけど、ずーっとね、毎週日曜日、ちょっとそういう仕事が立て込んでたんですけど、
ようやく一段落してですね、来週からはちょっと日曜日休めるかなと、そんな感じです。はい、動画ちょっと休みがちなんですけども、またねちょっとお休みが取れてきたら動画サクサクサクっとね、作っていきたいと思いますんで、来週ぐらいからね、またちょっとこう、まあ、毎日もしくは1日おきぐらいで、動画が投稿できるんじゃないかなと、思っております。今まだやりかけてるのが、グラスホッパーの塗装動画とですね、あとは1個ハンドガン動画ね、今ちょっと素材だけ撮ったんですけど、まだこれから編集っていうのがありますし、あとは商品紹介がね一つあるんですけどね、それもまだ出来上がってないという状況でございます。来週ぐらいからねちょっと頑張って取り掛かろうかなと思っております。はい、そんな、月曜日の、お昼でございました。以上です。